ロモーラ、セーデガライは、イギリスの女優。香港で、イングランド人の両親のもとに生まれる。5歳からシンガポールで過ごし、8歳の時に、ミルトジャー州に移住。父親のエイドリアンは、ハンガリー系ユダヤ人の血を引く、銀行員。母親のジャネットはジャーナリスト。ロンドン市内の高校を卒業後に、ロンドン大学に進学するが、オープン大学に移って卒業する。 16歳から18歳までナショナルユースシアターに通っていた。2000年に BBC 制作のテレビシリーズでテレビに初出演する。同年放送のテレビ映画ザ・ブロンド爆弾最後のバラではジュディ・デンチの少女時代を演じた。2002年公開のディケンズのニコラス・ニックルビーで映画デビュー。2004年公開のダンシング・インサイド明日を生きるでは ロンドン映画批評家協会賞助演女優賞を受賞する。2007年公開のフランスはオーゾン監督の初の英語作品エンジェルでは演技が高く評価され評論家からはミューズと呼ばれた。また監督のオーゾンは輝かしい存在と語った。2009年放送のテレビミニシリーズエマでゴールデングローブ賞主演女優賞にノミネートされた。 2013年3月に交際している俳優、サム・ホアレとの間にジョジが生まれた。ありがとうございます。